力道山は、プロレスラー、大相撲力士。本名、戸籍名、日本名、桃田光弘。旧名、出生名、朝鮮名、金新楽。身長176センチメートル、体重116キログラム。日本統治時代の朝鮮、環境南道広島元軍神という里で、朝鮮人の両親のもとに生まれた。元は、シルムの選手であったという。 二所の関部屋に入門し、1940年5月場所、初土俵、1946年11月場所に入幕し、入幕2場所目の1947年6月場所に、全頭8枚目で9勝1敗の星を挙げ、横綱羽黒山、大関前、田山、道東藤良3人と相星となり、この場所から設けられた優勝決定戦に出場した。 1948年5月場所では横綱、寺四国と、この場所優勝した大関東、藤を破り、さらに横綱前田山には、取り直しの末、前田さんの危険によって、不戦勝となって、主勲賞を受賞している。なお、この年に、力道山の生まれた朝鮮半島に、韓国、北朝鮮が建国されたが、その後も力道山は、 自分の出自をマスコミに公開しないままであった。1949年5月場所に関脇に昇進するが、1950年9月場所前に突然、自ら曲げを切り廃業。民族の壁に阻まれて、大関に昇進できなかったため廃業を決意したという説がよく語られるが、場所別成績の通り、関脇で勝ち越すのが精一杯であり。 大関に昇進できるような星は残していない。力道山は酔うとあたり構わず暴れることで周囲から疎んじられた。師匠の二所の席親方との間には、このようなそこへの叱席を受けるだけでなく、金銭問題を含むトラブルを多く起こしていた。これが引退の引き金と考えるのが妥当である。相撲界から引退した時、桃田の戸籍に長男として入籍。その後、 二所の関部屋の講演者神殿新作が社長を務め、当時横浜市本木に本社があった、新田建設に資材部長として勤務。次男の三尾男によれば、建築現場の監督をしていたという。ナイトクラブでの喧嘩がもとで、ハワイ出身の日系人レスラーのハロルド・サカタと、知り合い意気統合した。1五十一年九月三十日から、アメリカのフリーメイソン系事前団体、 シュラインが当時日本を占領下に置いていた連合国軍への妹障害者のチャリティを兼ねて母国からボビー・ブランズら6人のレスラーを招きプロレスを開催していたが坂田もこの一員だった。力道山は坂田の勧めで練習を見に行きプロレス転校を決意し港区芝にあったシュライナーズクラブで指導を受けるようになった。1952年2月アメリカに渡り このルールで日系人レスラーを起式名のもとでもう特訓を受けた。翌年帰国して、新田新作と興行し、長田貞夫の助力を得て、日本プロレスを設立する。シャープ兄弟を招聘し、1954年2月19日から全国を14連戦した初興行は、1953年にテレビ放送が始まったことに追い風を受け、全国民の支持を受けて、大ブームとなる。 この工業でシャープ兄弟組と戦う時の力道山のタッグパートナーは戦前戦中に日本柔道史上最強と歌われる木村正彦だった。しかし木村は相手の技を受ける等のプロレス独特のスタイルに適応できずシャープ兄弟との戦いでいつも負け役を担わされその木村を力道山が空手チョップで救い出し 相手レスラーを倒すという一連の展開に嫌気が差し、力道山との間に亀裂が入るようになった。昭和の岩流島と呼ばれた試合。不意打ちの張り手連打で腰から崩れ落ちた、木村正彦の前に立つ力道山後に、木村は、力道山とはたもを分かち、自身の団体で興業を打つものの、観客動員は芳しくなく、金銭的に窮地に陥った木村は、朝日新聞記者に、 力道山のプロレスは、ジェスチャーの多い勝だ。真剣勝負なら負けないと挑戦を表明した。この一連の流れが、昭和の岩流島と言われる謎の試合につながっていった。力道山の戦いを報じる街頭テレビに群がる、視聴者たち1954年12月22日、力道山は、挑戦に応じ、相撲が勝つか柔道が勝つかと騒がれた、プロレス。 日本ヘビー級王座の決定戦が行われた。この試合は、力道山側によるレフェリー、ハロルド時の選定、木村側のみ当て見禁止という力道山側に有利なルールで行われた。しかし、木村側の証言によれば、本来この試合は、あくまで勝敗の決まったプロレスであり、東京を、はじめ、大会場で、両者勝敗を繰り返しながら、全国を巡業する予定であったという。 しかし、初戦で、木村の急所蹴りに激怒した力道山が突如と殴りかかり、そのまま張り手と必要な蹴りの連打で、戸惑ったままの木村正彦をそのままこ。倒れた木村は大量の血を吐き、マットには大きな血溜まりができた。この通常のプロレスと違う天末に、観客たちも驚き会場は静まり返ったという。この力道山が激怒したとされる、急所蹴りについて、 いくつかのスポーツ誌においては力道山が木村の道へ右足裏での飛び蹴りを浴びせたことが由来とする。後日、力道山が木村が試合前に渡したと言われる一試合目は引き分けと書かれた年賞をマスコミに公開し、この試合がいわゆる八王朝崩れであったと証言する。後年、力道山と木村は仲介人を得て和解するものの21世紀に なる今日でも当時の試合舞台裏については、謎が多く、様々な憶測や意見が出されることで、この試合をモチーフとし、書かれた小説、エッセイ等が存在する。近年では、ノンフィクションを歌う増田俊也著の木村正彦はなぜ力道山を殺さなかったのかが、主に木村視点での綿密な取材を行い、ヒットしたことで話題となった。1954年1955年。 キングコングを破ってアジアヘビー級王座を獲得。同年横綱東富士がプロレスに転向した。この時期には講演者であった日田市の力道山を抑え日本プロレスを実質的に支中に収めようとする動きなど力道山にとっていくつかの危機があった。特に厳しかったのは第一次プロレスブームが去ったことである。1五十七年頃は客が入らず、 地方巡業では、金の見払いもあった。そんな中で、1958年、ロスアンゼルスで、ルーテーズを破って、インターナショナルヘビー級王座を獲得。これによって、下火になった、プロレスブームに一気に火がついた。1959年には、第一回ワールド大リーグ戦を開催し優勝する。ワールド大リーグ戦は、その後1963年まで連続優勝。 1962年、フレッド・ブラッシーの名は世界王座に挑戦、ダッシュと見られたが、その後、クレームがつき、保留。新たに、初代ワビ世界ヘビー級王者と、追認された。力道山は、ルーテーズや、パッド・コーナー、カール・ゴッチのようなストロングタイプとも、ジェス・オルテガや、フレッド・ブラッシーのような悪役、怪物タイプとも名勝負を残しているが、後者の方が手があったようである。 1958年4月、力道山を仕って、韓国から密入国して、横浜で逮捕された金一を、後見人である自民党副総裁、王の万木の政治力で、日本在住を認めさせ、文下生にし、大木金太郎のリング名を与えたが、大木には、韓国名を用いることを厳禁した。百六十三年一月、韓国側の招きで韓国を訪問し、 金浦空港で体育協会、レスリング関係者、約60人に出迎えられた。記者会見で20年ぶりに母国を訪問でき、感無量です。長い間日本語ばかり使っているので、韓国語はさっぱり、と言い、最後に、カムサハムニナと付け加えた。その模様を、東京中日新聞が、力道山、20年ぶりに母国への見出しと写真入りで掲載したところ、 これまで、朝鮮半島出身であることを隠し続けていた、力道山は、帰国後これを知り、東新聞に激怒したという。1963年5月24日、東京体育館で行われた、ワウイ世界ヘビー級選手権、ザデストロヤー戦は平均視聴率で実に64.0%を記録。これは今日においても、歴代視聴率4位にランクされている。なお、 この試合では、4のあざがためを完璧に決められた力道山がギブアップすることなく戦い続けたものの決着がつかず、両者試合続行不可能と判断したレフェリーによって引き分けとされた。そして、試合後、自らの力では絡み合った足を溶けぬ両者のリングシューズの紐を若手レスラーがハサミで切って引き離したという、池上本門寺境台の墓所と、 共造1963年12月8日午後10時30分に、遊興中の赤坂のナイトクラブ、ニューラテンクウォーターで、暴力団住吉一家参加の第二本工業、構成員であった、村田勝氏と、足を踏んだ踏まない、で口論になり、馬乗りになって殴打したところ、村田に、下から、登山ナイフで腹部を刺された。だが、 自ら持ちかけた喧嘩ということもあり警察沙汰にはせず、知り合いの医師の務める山農病院に入院。手術は無事に成功するが、再び体調悪化し12月15日に可能性、腹膜炎で死去した。39歳だった。戒名は太閤引力道秘源の孤児。墓所は東京都大田区の池上本門寺の他に、故郷。 長崎県大村市の長安寺にある桃竹の墓所に分骨されている。1991年の大下英二による加害者への直接取材、その他により視殺事件の顛末が明らかにされている。明定するほどの見ながら女性と話していた力道山の横を暴力団員村田勝氏が通りかかる際、力道山が足を踏まれたと後ろから村田の襟首を掴んだ。 村田は踏んでいなかったので踏んだ覚えはないと反論し口論となった。村田はあんたみたいな頭体の男がそんなところに立っていたらぶつかって当然と言い放ち海中に手をやった。それを見て刃物を取り出すのではないかと思った力道山が分かった。仲直りしようと言い出す。それに対し村田はこんなことされて俺の立場がないと仲直りを拒否。 和解を諦めた力道山は村田の顎を拳で突き飛ばし、壁に激突した村田は顎がガクガクになった。さらに力道山は村田の上に馬乗りになり激しく殴打したため、村田は殺されると思い、ナイフを抜いて下から左下腹部を刺した。ナイフの刃は根元まで刺さったが、出血は衣服の上に染み出ていなかったという。一日目は応急手当てを受け帰宅。 その後、村田の所属団体の長である、小林くすのきたすくが、力アパート内の力道山宅を謝罪に訪問。申し訳ない。この責任は、自分が取ると頭を下げたところ、力道山も、うん、うん、わかったよと声を絞り出すように言ったという。二日目に症状が悪化したため赤坂の山王病院に入院、青路化病院から下界に来てもらい十数針縫ぬ。 手術を受け成功。三能病院は、産科婦人科が中心の病院だが、力道山がここを選んだのは、親しい医者のいる病院にして話が表に出ないようしたためという。側近たちは、同じ赤坂にある有名な外科病院である、前田外科への入院を進めたが、力道山は嫌がった。7日目に、 腹膜炎による超閉塞を理由に午後2時30分再手術。これも成功したと報告されるが、その約6時間後の午後の9時50分頃に力道山は死亡した。39歳だった。死因は正式には先行性可能性腹膜炎とされている。しかしながら他にも諸説ある。ある説は手術の際麻酔を担当した外科医が 筋じしか注射した後に、期間内中部の気管相関を失敗し、窒息したという医療事故のためという。なお、村田勝氏を裁く、裁判の際、新救命のため提出されたカルテの中にまっすぐに、関するものだけなく、最後まで、紛失したとして出されなかったという。また、他の説は、力道山の腹膜炎はほぼ完治に近い状態まで、 回復していたが、腹膜炎を患っている期間は食事は、もちろんのこと、水の服用も厳しく制限される状態にあった。ところが食欲が非常に旺盛であった力道山は、空腹に耐えきれず、月人に行きつけの寿司や二寿司を注文するように命令し、ついでに酒も買わせた。届けられた寿司と酒を飲食して、空腹感を抑えた力道山であったが、 飲食した生物である寿司やアルコールが完全に感知、仕切っていなかった幹部に触り、これをもって病状が急変、急死したという。力道山が最初の手術後、サイダーやコーラ等を引用しているのを目にしたという、ものは多く、上記のようなこともあり得る話だが、確証はない。力道山夫人の田中恵子は、自分や看護師が昼夜交代で付き添っていたので絶対にありませんと、 否定している。力道山は普段から人よりも傷が治るのが早く、刺された直後にも病院へ行かず応急処置だけで済ませたことなどから自身の体を過信していた部分がある。加害者の村田は力道山の死を病院のベッドで聞いた。犯行の当や彼が所属する大日本工業の上部団体、住吉一家と対立関係にあり、 力道山とつながりの深い統制会の組員らにより、暴行を受けた村田は、重傷を負い入院していたのである。経緯については、小林クスの北スクが、力アパートに謝罪に赴いた際、村田も同行した。しかし、直接顔を合わせると、先生が興奮してしまう、という力道山側近の判断から、村田は、外で待機していた。この時、周辺に集まっていた、 当政会組員から激しい暴行を加えられたので、ある。村田は初めは、小林の立場を考えじっと耐えていたが、我慢しきれず力道山を刺した登山ナイフで、当政会組員1名を刺している。なお、村田が入院していた病院は、力道山が入院を拒んだ赤坂の前田外科だった。性格的には粗暴で、感情の起伏が激しかった。 機嫌が良い時はボーイに1万円札でチップを渡すこともあったが、機嫌が悪いと飲食店での暴力沙汰は日常茶飯事であり、その都度金で表沙汰になるのを防いだ。1957年10月18日の読売新聞長官や同年12月5日の朝日新聞夕刊に力道山また暴れると報道されたこともあった。可愛がられたという張本伊沢は、 飲むと暴れて大きな手で木やガラスのテーブルを叩いて割る、薄いガラスのコップを、美味しいと言って食べていた、などと話している。粗暴な行為に関しては、本人の生来の月光しやすい性格も一因ではあるが、晩年には、肉体的な衰えをカバーするために試合前に興奮剤を服用しており、試合後にそのままの宮に出かけていったため、トラブルを引き起こしたという証言もある。また、 リングで殴り合っても、その後の飲み会で対戦した相手と仲良く飲んでいる。ことから、八オチではないかと疑われる要因が強まったとも、言われている。当時、阪急ブレーブスに在籍していたロベルトバルボンは、テレビで、力道山の試合を見て、チームメイトに、こういう、素晴らしい試合のことを、日本では、八オチと言うんだと、嘘の知識を教えられ、バルボンは、報道人のいる前で、力 八王朝と言った。後日、これを伝え聞いた、力道山本人が怒鳴り込んできて、バルボンは謝罪したが、ことの天末を聞いた力道山は、バルボンと和解している。金田正一とは、友人関係だった。力士時代、カツオ園用漁船、力道山丸の共同選手になっていたが、1949年、250万円の保険をかけた力道山丸が火災となり、 保険金詐欺疑惑が取り沙汰された。1950年6月、力道山は高知警察署で事情聴取を受け、保険契約は他の選手に利用されたものだと弁明している。プロレスラーに転校後も粗暴な性格のため、多数のトラブルを引き起こしている。例を挙げると山口組と揉めて、監禁寸前にまでなったり、安藤組に対して誠実な対応を取らなかったため、 付け回され家に帰れなくなったり、フィリピンマフィアの顔役を橋から川に投げ込み揉めるなど、当時のプロレス工業が暴力団と密接な関係にあるにもかかわらず、配慮に欠けた行動を繰り返したため、命を狙われることも多かった。いくら相手が暴力団とはいえ、これらのトラブルの中には力道山がわきまえていれば、防げたものも多数あったと言われる。 1963年12月8日の赤坂での人情事件で見られるように、力道山には飲酒した時のトラブルが多かったようで、山口組三代目組長の田岡和夫は、力道山とは親しい間柄であったにもかかわらず、酒を飲まなければ、と自伝で嘆いている。力道山本人も自身の性格がよくわかっていたのか、領銃を合法的に通帳所持し、 また妻の自伝によると拳銃まで所持していたという。ジャイアントババは人間として何一つ良いところのない人でしたとコメントしている。プロレスラーの桃田義弘、桃田三雄は自意で芸者、綾の息子である。自らが朝鮮人であることは生前周囲に隠して生きており、力道山主演映画、力道山物語でも、 長崎県の貧しい農家で生まれ育ったという設定になっている。亡くなる10ヶ月前に結婚した田中恵子はそのことを知っていたが、実益であった二人の息子は父である力道山の死後に知ったということである。力道山は最後の妻となった田中恵子に関してはよほど惚れていたらしく、当時数多くあった女性関係を全て生産した上で結婚したと言われている。 1984年に、週刊プレイボーイが、当時タブー視されていた、力道山の国籍問題を、もう一つの力道山物語として報じた。それによると、力道山は15歳で来日するとき、すでに結婚し子供もいた。その後、2002年の富山アジア競技大会で、力道山の孫娘、パクヘジョンが、北朝鮮の重量挙げ監督としてエントリーして、話題になった。 孫には、桃たちからがいる。怪我をしてもすぐ出血が止まる体質だったようで、額を割って、血を流しても、ものの10分もすると赤チンをつけただけで血も出ていない。骨が見えるぐらいの傷なのにすぐ血が止まると、剣持松次が証言している。力パレスで、プロレスの試合が終わると、怪我したままの状態で、今日はひどかったねえなんて話をしながら飲んでいるというのが日常だった。 自身を含めたプロレスラーの強靭な肉体に過信があったことは事実であり、客人の前で馬場に度数の高い用酒を一気飲みさせたり、チョキを走行中の自動車から突き落としたりして、強靭な肉体があるからプロレスラーはケロッとしているというアピールを好んでいった。また、相手を威嚇するためにガラスのコップをバリバリと噛み砕いて飲み込む人間ポンプという芸を持っており、 ごく機嫌のいい時か悪い時に披露したという大きいイメージを持たせるため実際より4トル身長をさば読みしたそれによりその世代のレスラーは4トルさば読みしていることが多い力道山の死後プロレス界を支えた両巨頭であるジャイアントババアントニオイノキも彼の弟子であった力道山は プロ野球出身で知名度もあり、肉体的に恵まれていた馬場を、スター候補として、デビュー当時より特別扱いしていたが、チョキへの対応は、靴べらで顔を殴る、飼い犬を番犬として教育する際の実験台にする、少年のチョキに一生瓶の日本酒を一気飲みさせる、意味もなく、ゴルフクラブをフルスイングして側頭部を横打する、灰皿を投げつけるなど、極めて冷酷なものであったと言われている。 その一方で、弟子の中で、力道山が、本心から一番、可愛がっていたのはババでも、チョキでもなく、同じ朝鮮半島出身の大き金太郎であったとも、言う。可愛がっていたババにさえも、トレーニングで弱気な発言をしても我慢を、強要するなど、横暴な一面があったが、それでも、弟子の教育に、合理的な面があったようで、一度目のアメリカ武者修行で、体成していたババが、 アメリカ側から催促されていた時にお前だけすぐにアメリカに出したら周りのやつに妬まれると時間を置いて出発させたという馬場自身の証言がありまだ付き人だったチョキにはウェイトが100キロを越したら武者修行に出してやると約束していたという結局力道山の生前にはチョキのアメリカ修行はなかったただ力道山の妻である田中恵子は 主人が自宅に呼んでいた若手選手は猪木さんだけ部屋に猪木さんを呼ぶと,と肩を揉ませていたんですがその時にプロレス以外の事業仕事の打ち合わせをしたり書類を読んだりしていてインタビューも猪木さんがいる前で何度も受けていましたねとしてチョキにだけわざと事業家としての側面を見せていたことなどを明らかにしているチョキが理不尽に殴られていた点についても 自分の息子に対する教育も、スパルタ、息子と同じように思っていたから、指導が厳しくなってしまった側面もあるのでしょうと語り、ある種の愛情の裏返しであったとしている。力道山はトレーニングといえば、ベンチプレスと腹筋と足の運動の3つが基本と考えていた。また、筋肉を大きくしたい部位があるという弟子の希望を聞けば、一定期間中ずっと特定の部位のみを鍛えるように、 命じていた。日本プロレスのボディビル練習生として、トレーニングを開始した、新馬久氏は、胸と腕の筋肉を大きくしたかったところ、力道山から3ヶ月間、お前は、ベンチプレスだけをやれと命じられ、当初4 0ラムも上がらなかったウエイトが5 5ラムまで上がるようになった。一方で体を大きくするための手法の一つとして、相撲の稽古が有効だと考えていた節もあり、 視殺事件の当日には、チョキを当時の高砂部屋に一時的に入門させる話までまとまっていたが、救世のためその話は消滅したという。力道山は、そこの面でいろいろと問題はあったが、プロレスラーとしては、比類のないスター性とカリスマ性を備えており、日本のプロレス界の一を築いた最大の功労者であることは間違いない。生前は、 朝鮮人であることがほとんど知られておらず、彼の相手レスラーを空手チョップで殴打する時の口癖がこの朝鮮人野郎だったこともあり、白人レスラーを次々と倒す姿は敗戦後の日本人の一種愛国的な感情をも揺さぶった。総理大臣の名前は知らなくても、力道山の名前を知らない者はいないとされ、テレビの普及にも大きく貢献があった。またバックについていた。 統制会は、力道山のプロレス工業により莫大な富を手にすることともなった。死去した日と同日に四代目の霊霊者バフーが中部で死去したが、スポーツ紙の一面が力道山の死で埋め尽くされたため、一段のベタ記事扱いとなった。しかし、それを枕にした落語家はいなかったという、プロレス界での功績は海外でも称えられ、2011年には NWA、 電動、2017年には、WWE 電動のレガシー部門に迎えられた。力マンション壁面に、力道山のイニシャル、R が描かれている。2015年6月時点で現存している。実業家としても成功し、赤坂に、自らの住居も兼ねた高級アパートの、力アパート、ナイトクラブの、クラブ力、さらに、力マンションと名付けたマンションの走りである。 高級賃貸住宅を建てた。1973年に自殺した俳優の大辻、四郎も晩年にこの、力マンションに住んでいた。渋谷には、力スポーツパレスという地上9階建てのプロレスの常設会場を作り、その中には、力トルコやビリヤード場、ボーリング場などを併設した、力レストランを建設した。ボクシングジム経営にも進出している。死の少し前には、 広大な土地を購入し、会員券を販売し、一部工事にも取り掛かったが、死去により、未完に終わった。跡地は売却されて、現在、相模湖、リゾートプレジャーフォレストとなっている。また、三浦半島の油壺にも土地を購入しており、家族で楽しめるマリンリゾートの建設を計画していた。趣味は狩猟などのほか、一時期将棋博士持ちからは、 アマチュア三段の免状を授与されているが、実際はほとんど指していなかったとのことで、実力がどの程度だったかは不明。人気絶頂期の力道山は映画スターでもあった。1956年に公開された、おこれ。力道山では、国会議員に指示された鉄砲や日本刀で武装した、ヤクザとキャバレーで格闘して負傷するシーンがあり。 力道山の死に方に似ていると話題を呼んだ。他に北朝鮮でも力道山に関する作品が制作されている。ありがとうございます。